お盆が明けた今日、福岡市の開元寺で病の回復を願う恒例の閻魔祭りが行われました。福岡市博多区の開元寺閻魔堂には閻魔大王と三途の川で着物を剥ぎ取る脱衣場の像が置かれています。閻魔祭りは地獄の釜が開き、地獄も休みとされる8月16日に開かれていて、脱衣場に悪で固めて作るこんにゃくを備えることで病気の悪を取ってもらえるとされ、特に子どもの病気が治り母乳の出が良くなるとされています。今日も多くの参拝客がご利益を祈って祭壇にこんにゃくを備えました。佐賀の方から お参りさせて寄らさせてもらいました。で、子どもたちが病気と遠くにいるんで病気をしないようにということでちょっと今日伺いました。開元寺の閻魔祭りは1月16日にも開かれます。